皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。なんだこれ何がついてたんだ今。<laughs> はい。<laughs> ということで、ヤフーニュースにニューとついている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。えー、解散は総裁選以降にということで首相が調整しているそうです。ということは、 任期満了までいかないということですね。はい。はい。そういうことです。まあ、皆さんが思っている中では最短に、最短の次のタイミングでやるということになりますね。はい。指揮者のね、意見としてはね。はい。次。経済と財政、申請へ、つまり新しく生まれると首相が表明とのことです。 本当ですか <laughs> って感じですけどね。はい。次、ヤングケアラーの支援、法制化だそうです。いいですね。はい。ヤングケアラーね、大変ですからね。もうキャリアを潰しかねないですからね。はい。次、えー、国際ニュースです。インド首相が勝利宣言なんですが、テレビでも言っていますが、与党の議席は大幅に減りました。 はい。そうなんですよ。手放しでは喜べないですが、文字首相は手放しているポーズの写真が撮られています。<laughs> 次、えー、香港警察が日本人男性を一時拘束。まあ内容を知らないで何とも言いませんね。はい。次、水原一平被告が出廷、有罪を認めるとのことです。はい。方針変わりました。弁護士の方針が変わりました。次、経済ニュース。 不正、あ、認証の不正、ユーザーから困惑の声、当然だと思います。外国からも言われるんじゃないですかこれ。もしかしたらね、場所によっては日本から輸出してますからね。アメリカみたいにね、自国生産もありますけど、はい。国内生産か。えー、緑の窓口、繁忙期に一部で復活だそうです。まあ、そういうのもありですね。はい。コスト削減でいきましょう。ね、電車賃上げないでっていうことですよね。我々としてはね。 はい。次。銅を狙う窃盗事件が急増。背景はっていうと、銅が足りないんですよ。とにかく銅が足りないんですよ。世界的に。はい。まあ僕も銅に投資してますけど、はい。値が上がりますよ。やっぱり値が上がってますよ。はい。次。えー、IT です。えー、セーフクラウドを作りましたが、 国の意向はまだ2割弱ということなんですが、まあ私 IT やってた人間としては、まあ、そんなもんじゃないと思いますけどね、期間的に。はい。これから続々じゃないですかはい。予算取らないといけないですから、そもそも。はい。次。東京都独自マッチングアプリ実用化へとのことです。はあ。まあ東京都ね、出生率低いので有名ですからね。はい。いいんじゃないですかはい。 次、早稲田大学、えー、35万件のメールじゃなくて、メールアドレスが閲覧可能だったそうです。はい。まあ、どれだけの影響かがわからないですけどね。メールアドレスですかね。パスワードじゃないですからね。はい。ただ、スパムメールは来ますよね。はい。えらいスパムメール多いなと思ってた早稲田学生の皆さん、ご愁傷様です。 はい。次、科学です。量解禁も不安。調査ではイカ2匹しか釣れないんじゃないかと言われております。イカって1杯2杯って数えるんじゃないんですかって思いますけど。はい。まあいいや。次、歯茎が目立つガミースマイルの原因が特定されたそうです。はい。 ガミースマイルの方いらっしゃいますね。3ミリ以上の死刑の露出が、えー、基準と。えぇ、ー、死刑、つまり歯茎自体が問題となるもの。あとは、唇が問題となるもの。つまり、あまりにも上がってしまう。あとは唇自体が薄い。あと、歯が問題となるもの。前歯が下に出ている。はい。あと、歯列の凸凹によって、一部の 前歯が内側に入っちゃってる。あとは骨格。はい。上あごが前方や下あごに、下の方に伸びていると。で、これらが複合的に、えー、重なるということですね。えー、健康面には影響ないんですが、見た目が、えー、くないということで治療を希望する場合には、いろんな方法あります。ここで口頭で申し上げたら、もう大変っていうぐらい方法が書いてあります。 歯医者さんに、はい、行きましょう。はい。もしくは自分で調べるか。はい。次。えー、オーロラ見えた街。650年前にも見えたそうです。はい。太陽フレアですね。はい。次です。えー、エンタメ。日本人初の、えー、恋、男性同士の恋リアル番組が配信へと。 いいううことだそうですはい、次行きましょう。実は偉い人気アナの役職は、そう、安住アナウンサーとかね、なんとか部長かなんか、なんとか室長かなんかになってますよね。はい。あの、現職アナが役職高くて、何が悪いんだってちょっと思っちゃいますけどね。はい。そうですね。はい。次、小島よしお。 子供の誕生で生活一変だそうです。いいですね。次、大谷選手が生命、事件に終止符と。はい、そうですね。パドレス選手、野球賭博で永久追放だそうです。はい。ごめんなさいと言ってください。次、久保健英、代表の若手起用巡り、持論があるそうです。はい。有望な10代の若手を 積極的に希望、起用すべき。自分より若い世代が対等していない現実への危機感も口にしたと。久保健英まだ23歳です。はい。なかなかの、なかなかの素晴らしい人間性ですね。素晴らしい。あと、サッカーのことを本気で愛しているんだと思います。今回の配信は以上となります。また次の配信。また、ああ、 今回の配信は以上となりますが、皆さんはどんな、えー、ニュースに関心を持たれましたでしょうかそうですね。私はやはり認証不正ですね。日本のブランドが地に落ちたと言っても過言ではないでしょう。はい。外国からどう見られることか。もうボノノの昔のハイガス規制、ガス規制問題がもう吹っ飛ぶぐらいの問題ですよ。はい。もう、しっかり立て直して、立て直してほしいですね。 はい。では今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。